じゃじゃん、薄い財布と小さい財布、覚えてますか皆さん。それぞれを1ヶ月半ずつ使ってみました。僕が使いやすいなと思ったのは薄い財布の方でしたね。まずね、釣り線落っことしそうっていう人結構いましたけど、僕が実際に使ってみて釣り線を落っことしたことはありますけども、酔っ払ってた時の1回だけ。皆さん普通に考えてみてくださいよ。壊れやすいものを乱暴に扱ったりしないですよね。それと同じことで、これだけ狭いスペースに小銭を入れるんですから、じゃらーっと入れるわけないじゃないですか。気をつけながら入れますよ普通。まあ基本的に落とさないと。で、小さい財布の方なんですけども、小さい財布はこれだけ口が開きますからね、これは落としようがない。なんで薄い財布の方が使いやすいかっていうと、お札パカ二つ折りなんですよこれ。対して小さい財布はお札が三つ折りになる。お札の出しやすさで言えば薄い財布の方でした。お札が出しやすい薄い財布、小銭が入れやすい小さい財布という風に選んでも間違いないと思います。まあ、普段使うのは薄い財布にして、例えば小さい財布の方は常時車に乗せておくとか、そういう使い方をしてる人がいるみたいですね。小さい財布すごい便利なのは、ここを開けずに閉じたまんまでカードが出せるので、カードがしまえる、カードが出せる、カードがしまえる、この点はなかなか便利でした。10日間カナダでこっちもこっちも使ってみましたが、全然問題ない。そもそもが両方ともドル、ユーロ対応してます。この商品自体も海外の発送に対応してるらしいです。はっきり言ってね、こんな必需品になるとまでは思ってなかった。次も同じ財布買うと思う。アブラサス、薄い財布と小さい財布でした。さて、最後までご覧いただいた皆さんにお知らせ。この薄い財布と小さい財布、モニタープレゼント。